第6回テレビ経伝聞き役はこれまでたくさんのご家族の歩みを聞き取りし本にまとめてきた私細田二郎が務めさせてていいいただいています今回のゲストは長久町の文化祭を引っ張るほか大田の歴史探訪の推進や森林保全などさまざまな地域活動に従事している 長久町の和田,秀夫さんです和田さんは大田市を中心に教員を定年まで務め上げましたが40代以降地域の人や教員以外の分野で活躍する人たちと接するにつれそれまで思っていた人に対する価値観が変わっていったようですそれでは和田さんに話を聞いてみましょう。 和田さんは現在76歳ということでもともとは教師を長年やっておられて、はいはい、また退職されてからいろんな地域の役をやっておられるということで、えーはい、ちょっと今日はお聞きしていきたいんですけども、はい、お,願お願いします。今の和田さんのですね、はい、あの現在の地域の役職をちょっと主なものですけども、はい、挙げてみました。はい こんんたくさんあるんですねみんな自分から進んでというわけじゃないですけど<ー>、まあ、あのやってくれないかということを頼まれたもんで、えー、まあ自分でよければと、まあ、なんかねあの退職してからも、えーまあ、地域貢献ができればと、はい、まあ思って一つずつ <laughs> やってたらだんだんこうなって,、うん、てきて <laughs> この大田市中央公民館歴史ン訪実行委員会で。はいえー この活動はどういった活動になるんですかこれはね今私もこの中でも力の入っているところなんですけどはいあの、まあ、これは現職の頃から徐々にいろいろあのそのどう言いますかねあの始まりが徐々にあったんですけど、うん、まずこれの始めはあの大田市人物伝ええというのがまあ始まりですはあ、ええ、あのこれですねええでこれにはあの 大田市の各地域に、えーまあ、知られている人知られてない人、はい、まあ地域のために貢献された人がまあたくさんいらっしゃる、ええ、でそれを誰もが知らないあるいは名前だけは知っている業績を知らないと、まあ、いうことではちょっともったいないじゃないかと申し訳ないということで。ええ まあ我々の教員仲間が何人かが集まって資料を収集して一、はい、冊の本に仕上げて、ええ、そしてまあ将来を担う子どもたちに、ええ、え読んでもらうと保護者の人にも読んでもらってでオーダーを見直してほしいで人物をまあ再 認識してしてほいと、うん、それとですね、ええ、あのこの吉永藩というのがありますね、ええ、これは40年間大田を治めてた中であのかなり今の大田の基盤を産業的な基盤を作ったんじゃないかというふうに言われておるんですけど、うんうん、なかなか大田の人はなかなかそういうことを知らなかったこれを研究した あの人がおられて、うん、でその方の指導を受けてですね、えー、それであの我々一冊のこういう薄いんですけど、えー、あの今まで断片的だったのをずーっと一本に、うん、あの物語風にねやったんですけど、うん、<あ>えっと長石山んち文化協会<っ>これは文化祭とかですか<っ>はいはいあのねこの <laughs> 文化協会の 会長まあこれも頼むからやってくれと、はい、いうふうに言われて、はい、もう何度かお断りしたんですけど、はい、回り回って「もうあんたしかおらんからなんとかやってくれ」と言って、うん、まあ無理やりにまあ頼まれてやったんですけどうもう10年ぐらいになりますね。ねあ10年ぐらいで文化協会の仕事としては一番大きな仕事はあの文化祭の 開催ですね。はい、年に日回の文化祭ですよね。はい、それとあのー、まあ町民の文化協会の会員さんであの研修旅行をやります。うん、もう精力的に、えー、動くんですけど <laughs> そういろんな役を連れて、えー、やっとられるということなんですけども、わざわざ現在76歳ということですが、はい、そうするとな何年生まれならね。小20年。昭20年っていうとちょうど終戦のそうです。 で,、ね、で原爆が落ちて終戦を迎えええええ、その月の終わり29日に生まれました生まれたのは、ええ、あの大田の城山なんですよあっ城山ですか<ぁ>ご実家がそこにあってでまあ長久にまあ土地があったし、ええ、それから私のおばあさんの里が長久だったからはぁはぁじゃあその頃はまあ日本がね終戦直後でその貧しい状況で。うんうん 和田さんご自身の生活っていうのはどういった状況だったんですかその頃私の父は戦争に行ってもう30回ぐらいはもうだめだともうこれで自分は死んだと思うのが30回ぐらいあったというふうに言ってましたああ戦争で戦地の終わりにもうこれで自分は死ぬなともうびんびん戦いがねあったと30回もあったんですかそれがそう言って言ってましたねそうった中で 多少の武勲を立てたということで勲章なんかももらってましたけどね奇跡的にじゃあ生き延びたっていうとこですかはいそれ生き延びて帰って自分は長男だったから農家もやってたそういうことで大変苦しかったと思いますで母が病死んでしてね病弱だったんですかで小学校5年生の時に亡くなったんですけど あそのいあだから本当物心ついて話ができたというのはもう10年もないような感じですよね。へ<ー>うん、で父は農業もあり、うんえー、家もきちっと守っていかなきゃいけないという焦りもあったでしょう、うん、農業もやらなきゃ。で母は手伝いが十分できないで私がだんだん大きくなる、うん、そうするともう。 学校から帰ってくるのを待ってたようにですね「<ー>もう行くぞ山行くぞ」と言ってもう私をもう、まあ、使ったとた手伝いをさせらいたあ<ー>、まあ、そういうことでもう有無、えー、を言わさずですねあ<ー>、まあ、状況を判断して自分も参加して手伝いをすると<ー>多少の褒めてもらう言葉が嬉しくてまた頑張ると <laughs>、まあ、いうような連続でしたよね。<ー> 母が亡くなって、うん、それから6年生の時に、まあ、次の母がまた来てですね<あ>私をまあ育ててくれどういうきっかけで教師になられたわけですかうんまあ高校、まあ、だんだん進学ね<ー>のことも考える、まあ、時期になってきた時にうんうん私も一人っ子だったもんだからで家もあるし。 まあ田んぼや畑も山も多少あるから、うん、まあそういうのでだんだん親父も年を取るし誰も支えてくれる者も,もいないだろうとまあなんとか畑をつなげていかなきゃいけないままそういう気持ちでまあ地元に残らないけんだろうなと。じゃあ最初はこの地元で あの教師就職されたわけですか。うーんとね、あの島根大学ですけど、うん、島根大学教育学部出て最初に赴任したのが出雲市立今市小学校だった。じゃあそこでまあ今市小学校を皮切りにずっとまあ定年まで、うん、いろんな学校を転々とされたわけですね。うんえー、まあ教員になって地域の方々と接する機会が、うん、まああの赴任、うん 先でいろいろ勉強するわけですけど、うん。まあ印象に残っている言葉としては、うん。あの私がかけやの入間小学校に行ったときに、はい。まあ初めてその赴任した教員を集めて、教区長さんが話されたんですね、うん。でその言葉、ああ、なるほどと思いました、はい。でそれは。その。 遠くから来た教員に対して、うん、本当に優しく語りかけてくださったんですけどね、うん、それはようこそ掛屋の,の地に、うん、雪深い地に遠くから家元離れて、うん、単身赴任の人もあるだろうが、うん、よう来てくださったと、うん、で決して財政的には恵まれてないし、うん、地理的にもいろいろと不便だ。うんあー 十分なそのこともできないけども、うん、精いっぱいこの掛け合いに来て下さった先生方を自分たちは教育委員会として応援したいと。うん、なのでまあ不自由なかもしれんが、うん、精いっぱい子どもたち地域のために頑張ってほしいと、うん、こういう挨拶されたんです。<ー>でこういうい挨拶をね、うん、今まで 不先で聞いたことがないーいやーと思ってね<ー>でこういう思いで私たちは迎えてくださったのかとういうことを聞いた時によしもう粉骨砕身<ー>メッシ奉公で頑張らなきゃいけんなと<ー>こういうふうなことを思ってね私は一生懸命そこで 商、まあ、人教頭の時だったんですけどねまあ教頭で慣れない初めての教頭でまあ頑張って知らない土地でね<ー>頑張ってやらないきゃいけないなと、えーまあ、思った次第です<ー>教員時代の終わりごろにですね、えーあのー、未来塾というのをやりました未来塾は <laughs> はい、はい、でこれはまあ当時、まあ 女性の校長先生とが2人で私と3人たまたまお茶飲んでた視野が教員は狭いと言われてるんだけど我々少しまあ学校外の人からもいろいろ話を聞く機会を持とうじゃないかと、えー、じゃあ講師を呼んでやりましょうということで月1回最終的には毎年毎,毎月10年、はい 続けて、えー、ほぼ100人の人に、はい、あの講師に来ていただいて、はい、講演会を開催してそれはどういった方が講師になるわけですかえっとねあのい,ろいろんな分野の方がいろんな分野の方いろんな分野の方にいろんな分野の話を聞こうという趣旨ですかはい。はいはいはあ ですので本当に、えー、皆さんがご存知の有名な方とか、うん、あるいはあまり知られてないけど、うん、生涯かけて研究しておられるとか,かそういう方をお呼びしました。だから私にとってはね本当にその方の人生をかけてやっておられる、うん、何年かの 仕事の、を一時間半にギュッとエキスをして、それを話を聞くなんてね。それはなかなかできない。あの企画だったし、私にとってはね、その出会いというのは非常に貴重でしたね、うん。なかなかやっぱりその教師だけをやってると。その教師をやりながら見える世界と、そのやっぱりいろんな他の分野でされてる方の。お話っていうのはやっぱり。 全然教師では見えない部分っていうのがいろいろ出てくるわけですがそうですね見えなかったところが、はい、だからあのー、もちろんどういうかなあのー、職業に寄せんがないということはね<う>あのー、よくもちろん言いますよねほうほうそのことはよく分かってたほうほうそのつもりで言いたほうほうだけど話を聞いてみるとねほうほうそのことがすっごく あの身近に感じてい,ってねいやすごいなあという <laughs> 改めてその人その人分野ごとに頑張ってられる人のその生き様と言いますかねのに共感したり感動したりしましたね。そののことがまた次のよし次またた次次 どなたを呼ぼうかとか、えー、どなたをお呼びすると皆さん喜んでくださるかとか<ー>、まあそういうふうな次々とですね、うん、まあ興味関心がますます湧いてきたということですね。すねなるほど。教員時代の和田さんは教頭の立場となって初めて地域の人や PTA といった教員以外の人たちと触れ合うことになりました。そして校長時代には。 自分たちで主催した講演会においてさまざまな分野で活躍する人たちの話を聞くことで教師という職務だけでは見えなかった多様な世界価値観を知ることになりましたそれらを素直に吸収してきた和田さんは人柄に柔らかみを帯び人との付き合いの幅が広がったことで地域の役を任されるようになってきたのかもしれません そんな和田さんは歴史から大田で社会のために尽くした先人たちの生き様に触れ自分も頑張らねばと毎日せわしく動き回っています。